ウクライナ軍の急速な占領地回復が伝えられている中で、ロシア側が9月13日にウクライナにおける全ての戦線において大規模な攻撃を開始したと発表したみたい。本当かな？大規模な攻撃を行えるほど、物資も兵の気力も残ってるの？フェイクニュースの線は捨てがたいな。もしくは誇張して発表しているか。そうだね。さて今回は、ウクライナの反攻に対してロシア軍が大規模攻撃を実施したと発表したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシア国防省が13日にウクライナ情勢についての定例記者会見において明らかにしたところによると、ウクライナ軍に対して全ての前線において、空爆、ミサイル攻撃、榴弾砲攻撃など大規模な攻撃を実施しているとして、東部ドンバス地方ドネツク州のスラビャンスクとコンスタンチノフカの周辺に展開している、ウクライナ軍に対して精密誘導弾などを用いた攻撃が始まっているというよ。また、ロシア大大統領府のドミトリー・ペスコフ報道官は記者会見で、ハルキウ州では民間人がウクライナ軍によって言語道弾の扱いを受けているとの報告が届いていると述べ、新ロシアのウクライナ人に対して報復的な手段が多く取られていて、それらの人々は拷問されたり、虐待を受けたりしていると主張したんだ。これらのロシア側の発言については、日本のインターネット上ではロシア軍が反撃しているというが、ハルキウ州でミサイル攻撃があったと伝わっているくらいで、大規模な攻撃を実施しているようには見えないとの声が多く、ロシア国防省は地上部隊による反撃とは言ってないことから腹いせに数発のミサイルを撃ち込んだくらいのものだろうとの見方が主流だね。ハルキウ州を解放したウクライナ軍や、地元住民が SNS などに上げている動画や写真を見る限りでは、進撃するウクライナ軍に対して徹底抗戦しているようには見えず、爆破もせずに放置されている戦車や装甲車、あるいは弾薬や装備品、果ては食べかけの戦闘糧食などがそのまま残されているのを見ると、駐留していたロシア軍が慌てふためいて改装したとしか考えられないぜ。ロシア軍も戦意喪失し始めていることが垣間見えるね。そして、そのような状態で逃げ去った部隊が、後方で再び装備を手にしてウクライナ軍に立ち向かうとの状況も考えにくいよな。また、ペスコフ大統領府報道官の発言は、占領地を奪還したウクライナ軍が、住民への虐殺や拷問の痕跡を発見したことを報じていることについて、ロシア国内向けに責任をウクライナ側に転嫁するための布石とみられ、もはや西側諸国でその言を信じる者はいないであろうとされているよ。ロシア側からのフェイクニュースはともかくとして、ハルキウ州を奪還したウクライナ軍兵士などによる SNS への投稿や動画などが少しずつ増えていて、戦況が伝わり始めているんだ。ウクライナ陸軍第25独立シチェスラフ空挺旅団が、9月13日にロシア軍から奪還したハルキウ州で撮影した映像を公開していて、その映像の中では空挺隊員がロシア軍は戦車だけでなく動くことができない味方の兵士まで置き去りにして退却したと語り、中には逃げるために足手まといになると考えたのか、負傷した味方の兵士を撃って逃げた兵士もいたとも語っていたよ。また、情報機関であるウクライナ保安局 SBU と国防省はハルキウ州に、ロシア軍が置き去りにした武器や戦闘糧食の倉庫の写真を公開し、ロシア軍がそれらを移動させる時間もなく改装していった裏付けとしているんだ。ハルキウ州ではウクライナ軍が奪還した後も、まるで報復するかのように遠方からのロシア軍によるロケット砲撃などが続いているものの、周辺にロシア軍兵士の姿はないとされ、ロシア軍が慌てて退却する姿を目撃した地元の住民は、ウクライナ軍が戻ってきて解放してもらえる日がこれほど早く訪れるとは思いもしなかったと語り、家を出た時に周りにいたロシア兵が、買い物から戻ってきたら、皆逃げていていなかったとしてロシア軍がいかに慌てて逃げ去っていったかを語っているよ。ハルキウ市近郊のボルチャンスクでは、スーパーに掲げられていたロシア国旗をウクライナ兵が燃やしている動画が撮影され、ロシアと私は同じ民族だと書かれたポスターも剥がされる様子も伝えられているな。ここ数日、快進撃に沸いたウクライナだけど、ここに来てウクライナ大統領府のアレストビッチ顧問がウクライナ軍はロシア軍に実効支配された東部の解放を続けているものの、反転攻勢の勢いはわずかに減速していると述べたよ。その理由として、ウクライナ軍の大部分が、次の奪還目標であるルハンスク州への道を切り開くため、ウクライナ軍が支配しているハルキウ州のスラビャンスクに近く、ルハンスク州のセベロドネツクの西 60km の地点にあるリマン市の奪還に向けて戦闘を行っているからだとして、ルハンスク州においてはロシア軍の組織的な抵抗がまだ残されていることを明らかにして、我々は攻撃を強化して、別の方法で新たに領土を解放すると述べているんだ。さらにアレストビッチ顧問は、今回の反攻でウクライナ軍はおよそ3旅団分となるロシア軍の兵器を確保したと述べ、
改装したロシア軍は多大な被害を被ったほか、一部の兵士については戦争捕虜として捉えられていて、これらの戦争捕虜については、ジュネーブ条約での権利が保障されているとして、非人道的なロシア軍との捕虜扱いの違いを強調したよ。これらのウクライナ軍による快進撃について、アメリカ英安全保障会議 NSC のカービー戦略広報担当調整官が13日に、ウクライナ軍がロシア軍の実効支配地域で進撃を続けていることについて、迅速で衝撃的であるとした上で、ホワイトハウスは慎重な見方をしながらもウクライナ軍の反攻の成功には楽観的な見方を示しているみたい。またカービー調整官は、ロシア国内における反プーチンの動きについて質問されると、アメリカ政府がそのことを注視していることを明らかにした上で、プーチン氏に対しては反体制派からだけではなくロシア国内の地方議員などからも批判が出ているとして、アメリカ当局は成り行きを見守っていると語ったんだ。そして、プーチン大統領に対する反対意見を述べた一部の議員に対して、取り締まりが始まる兆候がすでにあると見られている中、選挙で選ばれた地区議員でさえもプーチン大統領に対する批判の声を上げているのは注目に値すると述べたんだけど、アメリカが外交的解決に乗り出す状況が整ったかどうかを考えているのかとの質問をされると、わからないとした上で、ウクライナのゼレンスキー大統領の考えにアメリカは従うと述べているんだって、ロシア国内で上がり始めているプーチン大統領を批判する声としては、クレムリンのお膝元である首都モスクワの国グループが、ウクライナ侵攻の責任を問いプーチン大統領の辞任を求める要望書を公表したほか、プーチン大統領のふるさとであるサンクトペテルブルクにおいても議員グループが、プーチン大統領の行動は、ロシアの安全保障を脅かしていると断じて、大統領辞任を求める要望書を公表しているとされ、ウクライナ侵略から半年経った現時点で、目標を達成するどころか、東部ドンバス地方やクリミア半島まで失うことになりかねない現状について、プーチン大統領への批判が高まっているよ。ついにプーチン大統領批判が国内からも上がってきたんだね。ゼレンスキー大統領は9月13日までにテレグラムにおいて、ロシアに対する問いかけを投稿したみたい。大統領はロシアに対し、まだ我々が一つの国だと考えているのか。まだ我々を怯えさせ、分断し、情報を引き出せると考えているのかと問いかけ、よく聞け我々はガスなしか、お前なしかを選ぶなら、お前なしの世界を選ぶ。また、明かりなしか、お前なしかであれば、やはりお前なしを選ぶ。そして水なしかお前なしか、あるいは食べ物なしかお前なしかを選ぶにしても、必ずお前なしの世界を選ぶとも書いたようだね。なかなか辛辣な投稿だね。徹底抗戦の姿勢ってわけだ。さらに我々ウクライナ人にとって寒さ、飢え、暗闇、渇きは、お前が語る友情と兄弟愛ほど怖いものではなく、致命的なものでもないとして、我々の未来には、ガスも明かりも水も食べ物もあるが、絶対にお前はいないと、プーチン大統領の存在を完全にして否定する警告を発したとのことだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。